皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。オリンピック日本代表体操の宮田選手がオリンピックに出られなくなりそうです。そのきっかけというのは、19歳の宮田選手がまあ喫煙、印象していた、そういった内部像がなされたことです。でこの件については、かなりいろんな賛否両論の議論がなされていますけれども、まあ、その中とか僕に来ている質問などを聞くと、協会の処分が重いんじゃないですかとか、 まあ未成年、まあ、19歳は今未成年ではありませんけれども、まあ、19歳未成年の飲酒と喫煙って犯罪なんですかみたいな質問があるんですが、こういった点というのはちょっと前提を誤っていたりとか、まあその,その法律的に誤りの部分がありますので、まあ、今回の時系列をざっと解説させていただいた上で、法律的に何が問題なのか、そういった観点で弁護士がまるっと解説していきたいと思います。 あと事案ですけれども、宮田翔子選手19歳、パリオリンピック体操女子の日本代表の首相、まあ、でエースですね。当然のことながらオリンピックでの活躍が期待されていたんですが、オリンピックの強化合宿中の7月15日に、協、まあ、会に対して内部通報をなされました。その内容というのは、トレーニングセンター内での飲酒行為、そして喫煙を、まあ、宮田選手がしているという内容です。で、この内容を受けて、協、まあ、会内で調査が始まって、まあ、本人にまあ事案の、事情の確認をしたところ、まあ、いずれも認めたと。 いうことがありましたので、まあ、国際大会の派遣規定やまあ行動規範、まあこのこう、この体操の行動規範を見ると、まあ、20歳以上であってもお酒は原則禁止で、まあ、段階的に2016年から段階的にも全面禁止にするみたいな規定にもなっていますけれども、まあ、こういった規定規範に違反しているという指摘を受け、それを受けて宮田選手自身が自ら出場を辞退したのが今回の事案です。 この出場の事態を受けて、まあ、体操協会側も、まあ、オリンピックへの推薦の取り消しを求めたというのが現状になります。で、この点については、当然、飲酒とか喫煙というのは禁止されてるんですと。この行動規範を見ると、まあ、この、まあ、20歳以上であってもダメというふうになっているものを19歳が言っちゃそれはダメだよねというような意見があったりとか、いや、まあ、他のスポーツとかで見ると、まあ、そもそも厳重注意だったりとか、まあ、反省、謝罪等で終わっているケースもいくらでもあるのに、この件重くないですかと。 飲酒や喫煙というのはそもそもは未成年を守るための規定なのに、これによって19歳の選手の人生、スポーツ選手としての人生を奪ってしまう結果って本当にいいんですかというような意見がいろいろなされています。ただし、先ほど冒頭でも述べた通り、今回は教会が処分した、辞めさせた、辞退させたということの事実関係はもう現状では明らかになっていません。 少なくとも本人が出場を辞退していますので、まあ、処分、教官が処分したわけではないんです。そこのところは謝らないで、今回はまあ出場を辞退してるんだなと、自分の判断なんだなということはま皆さんも認識していただきたいと思います。まあ、この飲酒をトレーニングセンター内でしてるって話ですけれども、一人で飲んでたのかと、まあ、いろんな人飲んでたんじゃないのというところもありますので、まあ、いろいろと拡散する可能性もありますし、一般論として、 まあその、今回は飲酒と喫煙が、まあ内部通報ということで処分の対象になってますけれども、他にも何らか問題が指摘されてたんじゃないかと。この時期にこれが出てくるっていうのは結構まあ他の問題もあるんじゃないかなというところは、まあインターネット上でも指摘されてますが、確かにそうかもしれません。しかし、まあそこは実関係はわかりません。確実なことは現状では本人が出場辞退しているというだけで、 まあ、処分をしているわけじゃないということは確認していただけたらと思います。で、次ですけれども、飲酒と喫煙、19歳。まあ、今、未成年は18歳ですけれども、法律上は、まあ、飲酒と喫煙は20歳からです。それ以前の20歳未満の19歳による飲酒と喫煙というのは犯罪かというところ、そのと,ところについて解説していきたいと思います。まず、結論から言うと、これは犯罪ではありません。 犯罪という言葉についてはかなり多義的ではあります。いろんな解釈があります。まあ、刑法的に言うと犯罪とは、構、ま、成、あ、要件に該当して違法で有責な行為という定義はあるんですけれども、一般的に言うなら犯罪というのは、まあ、法に違反して刑罰を科される行為です。という定義ができるかなと思います。で、刑罰を科せられるかどうかというところが今回のポイントです。 で、まあ、結論から言うと、19歳が飲酒、喫煙をしても刑罰は課されない。なので、この定義で行くんだったら犯罪ではありません。違法な行為と犯罪とは若干ごっちゃにされてしまっていて、まあ、今回まあ飲酒喫煙は犯罪だろうっていう指摘があるんですが、それは犯罪ではないということが言えるはずです。まあ、こういった弁図で表現できるかなと思いますけれども、まあ、世の中にはいろんなまあ違法な行為がありますと。で、そしてその中のまあ特に法律上刑罰が課されているものは犯罪。 という定義をするならば、犯罪というのは、例えば、薬物ですよね。まあ、その、大麻だったりとか、覚醒剤のような薬物の使用。あとは、道交法違反。歩行者が、ま、過信号を渡っても、一応、それには一応、刑罰的なものがありますので、まあ、そこについても、ま、刑罰に入れることができるかなと思います。あとは、ま、刑法。まさにもう、刑法が典型的ですよね、と思います。で、この犯罪ではない。刑罰は課せられないけれども、違法なことというのは多くある。 例えば今回のような未成年の飲酒喫煙については、これは未成年に対する刑罰はありません。未成年に対して飲酒を勧めた人とか、まあ、喫煙を勧めた人、そういった親とか、そういった周りの人が処罰の対象にはなりますけれども、未成年、もしくは19歳自身は、この処罰の対象、刑罰は課せられていません。 そういった意味では、まあ、その、まあ、競馬とか、あとは売買春、売春とかにも近いかなと思います。競馬については未成年については禁止はされているけれども、競馬は課せられていません。あと、売春についても、売,売買春ですね。売春についても、これはやること自体が犯罪には直ちにはなっていません。 圧行為とかそ,の売信をさせた側そういった人たちは処罰の対象になりますけれども、まあ、自分が女性に対してお金を払って性行為をしたという売春を想定した場合に、まあ、お金を払った人も、まあ、お金をもらって、その、まあ正、性的な行為に応じた人も、それ自体は違法ではあります。売春防止法には違反しますけれども、刑罰はないので犯罪ではないということは言えます。あと、同じく似たようなことを言うならば、不倫もですよね。 不倫については確かに違法な行為です。まあ、提訴義務に違反する違法な行為ですけれども、それは犯罪ではありません。そしてあとはまあ、契約違反とか、規則に違反するということも違法にはなり得ますけれども、それ自体については刑罰が課せられるわけではないので、違法だけれども犯罪ではないという枠にあるかなと。ただ、この枠で考えると、犯罪ではないここに、ドーピングが入ってしまう。 ドーピングは法律上は罰則はないんです。気をつけましょうという法律はありますけれども、まあ、刑罰は課せられていないので、ドーピングをやったとしても犯罪ではない。ただしい違法になるかなと。こういった図式になります。まあ、これを前提にすると、19歳の飲酒や喫煙ということについて、今回の処分をしたことがどうなのかなというところ、ま,あ、まずこれを前提にまあお考えいただきたいかなと思います。 で、まあ、その次に僕が考える今回の問題点。まず、境界が悪いのかどうかという点について。ここについてはちょっと問題の本質を見誤ってはいけないと思います。 まず、先ほども言った通り、今回は、宮田選手が自ら辞退しているという話であって、教会が処分を下した、必要を禁じたとか、辞退をまあ強いたわけではありません。で、一方で、この行動規範の中には、その倫理規定による処分というものが定められていて、この倫理規定の中には、そういった処分などが定められています。例えば、もう永久追放、登録抹消、資格停止、開国、その他必要に応じた処分ということで、処分が定められているわけです。ただ、今回は教会は処分をしたわけではない。自ら辞めているわけですね。 ということになると教会の処分が重いというのはこれは現時点では明らかな誤りだとは思いますただ一般論として事態の形は取ってるけれどもそれが任意になされたものなのか自ら本当に自分の意思になされたものなのか教会からの圧力脅迫があったのかというのはまた別な次元の問題としてあるかなと思いますこれがもしもあるんだったら教会の処分とか行為の問題点というのは指摘されるのかなと思います ただまあ事態とは言っていますけれども、処分じゃなくて事態の方がいいんじゃないのと、まあ迫った可能性というのは当然あるわけです。まあ似たような事態で言うならば、例えば問題社員がいましたと、何らかの問題行動を起こした社員に対して会社側が懲戒免職をすると争われる、問題が出る。だから自己都合退職、自主退職したらという形にして自己都合退職、自主退職させてる件はあります。それは結局のところ自分で辞めたんでしょと。 自体とう人は自分で辞めたんでしょって話なんですけれども、実質は処分じゃないですかということで争われることはよくある。さらに、より強烈な例えをするならば、今回、人は殺してない。自殺したんじゃんって言ってるに近いんですけど、自殺に仕向けてないですかと。自殺をするように仕向けたんじゃないですかという観点からの今回の事案のチェックというのは必要なのかなと思います。 ですので、今回の問題点を挙げるとするならば、まあ、本当に自ら辞退しますと、もうこんなことをやってしまった首相として自分は不適切です。だから辞退しますと自ら本当に言って出てるんだったら、それはもうあくまで自分がやったことですから、教会の責任は問われるべきではないと思います。ただし、教会側が、 これもう事ながら主義的にこういう状態であんた首相でしょうと。まあ、しかも体操協会は結構そういったもう伝統を重んじてるんだからこういうのは絶対に許されません。だからこれはもうやめた方がいいんじゃないの。処分待つんじゃなくて、あと実際にオリンピック出てどうこうする前に自分で辞退した方がいいんじゃないのという形で、まあ、周りも巻き込んでプレッシャーかけてるって話になるんだったら、辞退の形は取ってるけれども、それ協会問題あるんじゃないですかということになるかなと思います。 ただし、こういった点というのは結局のところ、まあ行動規範とか倫理みたいな形で、まあいろいろと羅列はされてますけれども、その中見ると門限破ったとか、教会からのオファー極力受けてくださいみたいな、まあ道徳的なものもかなり多く含まれているわけです。 そういったものも含めて何がダメなのかを定めるのはいいわけですけれども当然のことながら何をやったら処分されるのか何をやったら事態も含めて自分のまあ身体の解決,決するべきなのかどれほど違法なのかというそのグラデーションその比例原則と呼ばれるやったことと処罰の内容自分が受ける社会的な制裁法的な制裁そこのバランスがちゃんと明確に定められることの方が大切なんじゃないかなと思います 僕も今回行動規範、倫理規範見せていただきましたけれども、正直、まあ、そりゃそうだよね。それやっちゃまずいよね。こうした方がいいよねは書いてますけれども、じゃあ何をやったらどうなるんですかっていう予測が全く立たない内容になってます。その意味では、ちゃんとそのあたり明確にするきっかけになってもいいのかなと思います。ということで、まあ、今週からまあ、オリンピックが始まります。 この直前でこういったごたごたになっているというのはかなり異例かなと思いますし、まあオリンピックを目の前にして出場取り消しになっているのはもう前代未聞だと思います。ですが、本当にまあこ,ういったショこういった形に追い込むことしかできなかったのかという観点。あと一方で、まあ19歳の認識性については改めてダメですよと。まあかなり蔓延はしてます。毎年のようにまあその野球の部室で吸ってましたとか、いろんなところは問題になってますけれども、まあそれくらい っていう気持ちっていうのが、まだはびこってるんじゃないかなと。そういった点で考えるのであれば、多くの未成年含めて、中高生も含めて、それで飲酒と喫煙についての考え方について、まあ問題を投げかける一案じゃないかなと思います。ということで、この件について質問などありましたらコメント欄にお願いします。あとはまあ引き続きこういうまあ法律解説もしていきたいと思いますので、チャンネル登録もお願いします。ということで今日はこれまで。それじゃあまた。